私の腕は鈍っていないようですね。いや、何も忍者の真似しなくても普通に追えばいいんじゃないの？忍者じゃありません、くの一です。いいんですよ、こういうのは気持ちが大事なんですから。何事もまず形からですよ。私はただ最近ルキウスがフラッといなくなることが多いから、どっかでくだらないことをやってるだけだと思うんだけど。ですからこうしてルキウスさんを尾行してそれを確かめようとしているんじゃありませんか。ルキウスさんの様子がおかしいのは明白なんです。何事もなければそれでよし、もしもまた悪の道を進もうとしているなら、きっと私たちに見えないところで怪しげな計画を。あんた、あいつに更生してほしいのか欲しくないのか、どっちさ。とにかくこうしてルキウスさんから目を離さなければバンチオールオッケーです。俺っちたちって暇だよな。しかしこの状況はくの一というより探偵という感じですね。あ、プロ、あれを見て。懲りないやつだ。あの少し痛い目を見ないとわからないようだな。あいつ、いえ、ちょっと待ってください。この展開は、悪いが、俺様はお前たちに付き合ってやるほど暇じゃないんでな。はあ、こいつは、かっこよく活躍するのは戦闘だけか。なあ、レベルアップだ。ふっ、貴様らなど敵ではないわ。嘘、ルキウスさんが人助けをしています。大丈夫か、マカロン。いつもありがとうございます。あ、しかも成り行きとかじゃないっぽいです。いつもとか聞き捨てならないことを言ってるぞ。まさか本当に真っ当な勇者の道に。いや、俺様にできることなどこれくらいだからな。それで例のあれは。女神も倒せるスーパーアイテムですね。もうしばらくお待ちくださいね。は？あ、ルーキウス！あ、その声は。あんたをちょっとでも見直した私がバカだったわ。またこんなオチか。ふふん、悪はいつの時代もついえるのみよ。ひどい。え、ルキウスさんは凶悪な女神を倒して故郷に錦を飾るために弟さんたちに美味しいものをたくさん食べさせてあげるために毎日戦っているのに。待っていろ、9人の弟たち。
やるか。な、ルキウスさん、だ、大家族ですね。ひどい、こんなのひどすぎます。ルキウスさんが何をしたって言うんですか。ま、視点を変えればいきなり攻撃したあんたの方が悪だったってことさ。だって私こいつがなんか、俺がマカロンに吐いた嘘を鵜呑みにするとはな。さすが鳥頭メガネ、あっさりと騙されてくれたか。これは使える、使えるぞ。ルキウスさん最低。